皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、大学が公表している就職率の嘘と本当についてお話をしてみたいと思います。まあ実際ですね、皆さん大学選びをするときに、まあいろんなね指標で大学をね比べる方が増えてきているんですが、その一つに、まあ、就職率っていうものがあると思います。で、まあ例えばですね、まあ主に私立大学が多いんですけれども、大学のホームページに行って、まあ就職とか進路みたいなページが大体ありますから、そういうのを見てみるとね、就職率90何%みたいなのが出てるわけですね。で、例えば何学部からとか、何学部何学科からこんな就職先に決まってますよとか、何学部からこうですよみたいなものがあったり、あとは学部ごとになんか業界のね方向性がこう出てて、例えば円グラフになってて、なんとか業界に例えば何割、教職に何人になってて、公務員に何割ぐらいになってますみたいなのが出たりとかします。で、まずですね、就職率っていうものを大学選びに使うべきか否かということについて、まず簡単に申し上げると、これはノーです。はい、使う必要がないっていうのが正直なところだと思います。なんでだとね、メインチャンネルでね、キャス SCB でね、すごい就職の動画出してるじゃないかとね、まあ、動画というか就職の指標を出してるじゃないかってことなんですが、あれはですね、有名企業400社への就職なんですね。これね、いろんなからくりがありますので、これはね、解説が必要かなというふうに思います。まずそもそも就職率っていうのはどういうふうに計算されるか、皆さんご存知でしょうかね。皆さんの中にはもしかしたらこういうふうに考えている方もいるかもしれません。分母が卒業生の数、そして分子が実際に就職した人の数、まあこれに100をかけてパーセンテージになりますから、これで就職率が出てるんじゃないのっていうふうに思う方がいます。実はですね、これ結構ノーなんですね。どういうことなのかというと、まず卒業生の中にも、例えば大学院に進学する人いますよね。で、大学院に進学する人を卒業生に入れて就職で割ったら、大学院進学すればするほど就職率悪くなりますから、つまりここは除外されたりします。あとは、まあ、いろんな事情があって、いや別に僕は今就職を希望していませんって人もいますよね。例えば自分はフリーランスでやっていきますよとか、まあ、自分はね、もう自分で起業してそれでね、仕事していきますよとか、まあそういう人もね、就職を希望していません。ですから、そういった、その就職をそもそも希望していない人を除外して、分子は就職した人、分母はその就職を希望している人という計算をしないと、まあ本来の就職率が出ないというのが、まあ基本的な理屈なんですね。はい。なので、勘のいい方はもう気づいたのかもしれませんが、まずですね、この計算式っていうのをコントロールしてしまえば、就職率はいくらでも操作できるんだよってことなんですよ。まず、分母に関してお話ししましょう。分母は先ほど申し上げたように、卒業生の人数に対して、まあ就職を希望していない人を除外するっていうふうに言いましたよね。ですからまず、そもそも大学にとっては、就職が決まっていないなら留年させちまえっていうのが正直あります。まあ、これをめちゃくちゃ積極的にやってる大学が、まあどれぐらい世の中にあるのか僕もわかりませんが、ただ、まあ細かい一例一例で、例えば就職課に行って、聞きましたと、就職が決まってないんで、もう4年生の終わりなんでどうすればいいでしょうか。で、もちろん卒業して既卒生枠で就職活動するっていうのもありだし、留年してですね、もう1年間その新卒として就活するのもありだしっていうところに相談した結果、まあ強くその留年を勧められたっていうケースもあります。で、これはですね、ぶっちゃけどっちがいいかっていうのは本当に人によったりするので、僕もこれは一概に言えません。だから、まあ留年を勧めたからといって大学がイコール悪かっていうと、まあそうではないような気はします。ただ実際に留年すれば当然卒業生の分母には入りませんから、大学の就職率は傷つけないってことになりますよね。あとはですね、就職を希望してない人を除外するっていうのは結構めんどくさいじゃないですか。つまり就職しなそうな人をね選んできて、おい君就職しないんじゃないか、しないんじゃないか、しないならしないって言えみたいな形で、まあそういうふうに言わせるっていうのは結構手間がかかるんで、実際には逆に就職を希望している人に届出を出させるっていうやり方もあるわけですね。つまり、まあちょっとね、これはまあ比較的ボーダーフリーめな大学で行われている行為なんだけれども、実際にですね、就職希望の子たちはまあ就職課とかを頼ったりするわけです。まあこれがね、ぶっちゃけまあ難関大ね、まあちょっと宮廷とか総慶とかね、難関大の子たちだとまあそんな就職課に頼らずやる子が多いんだけど、別に頼っちゃいけないってわけじゃないですよ。頼ってやらない人も多いんです。ただ結構ボーダーフリーとかになってくると就職課も面倒見いいし、なんならもう全員就職みたいなことを掲げてやってるんで、まあとにかく
来させるんですよ、就職課に。そうすると、じゃああなた就職するのねと。じゃあこの届け出出してとね。で、じゃあ今からサポートするよっていう形で進める。で、その子は就職希望者ということになるわけですよ。実際大学側はそこに来なかったような人っていうのは、あ、希望してないのねと。全員に案内出したよと。うん、だから、就職希望者からは除外しますよっていう逆のことをしている大学もあります。あとは、まあ、ちょっとこれはさっき言ったように大変なんだけど、就職決まんなそうな子とか、就活やる気ない子に、就職希望したいって紙一筆書いて、みたいなことをお願いして、それを集めて、ザクッと除外しているってことがまずあります。ですので、はっきり言ってしまうと、まず分母は結構大学としてやろうと思えばいくらでもやれちゃうよってことなんですよ。ただ、まあ、問題なのはね、例えば1学年1万人いるような、まあ、マンモス大学、でっかい大学だと、それってめちゃくちゃ大変じゃないですか。なので、あんまりそういうところでは積極的には行われていないと思います。ただ、まあ、残念ながら規模が小さいような、例えば一学年が1000人に満たないような、比較的小さめの大学で、かつ、まあ、私立大学とかで、まあ、就職率とかが大事で、まあ、残念ながら偏差値もそこまで高くないような大学だと、こういったことが行われているケースがたくさんあります。はい、めちゃめちゃあります。なので、そこで分母をまずコントロールできてしまうということですね。で、次に分子なんですけれども、まあ、これ基本的にはですね、ちょっとここも闇があります。つまり、就職って皆さんどんな定義ですかって話なんですよね。まあ、多くの方が、それって正社員でね、働いてることが就職だよねって思うと思うんですが、まずここに罠があって、例えば大学、まあ、これはね、本当に闇なんですけど、ごく一部の大学では、アルバイトでも就職じゃんっていう風に言って、まあ、就職率に入れちゃってるとこもあります。まあ、つまりね、例えば今はね、正社員の時代とは限らないとね、副業したりいろんな仕事をしていく時代なんだと、まあ、4月からここで、ね、アルバイトをして自分は生計を立てていくって決めて、で別にね、お金もね、しっかり働いてお金ももらえるっていう見込みなんだから、これは立派な就職だみたいな言い方をしてですね、まあ、就職に1ってカウントしている、そういう大学もあります。はい、まあ、なのでまずそこは闇ですね。で、かつもう一つ、あとはですね、例えばね、皆さんが本当に上位のね、学校、例えばさっき言ったように、まあ宮廷だったりね、まあ早期だったり、まあマーチでもカンカン同率でもいいんですが、そういう有名難関大学に通っている子たちってやっぱりプライドが高いので、やっぱいい会社に行きたいっていう気持ちがすごい強いんですよ。で、もちろんね、全員が全員超一流企業に行けるわけではないんですけれども、それでも比較的大きな会社だったり、まあ中小企業なんだけれども、まあ歴史があったりとか、もしくは中小企業なんだけれどもそれなりに規模があったりとか、もしくはベンチャーなんだけれども超急成長中の会社とか、そういうところにやっぱ行きたがるわけですよね。ですから、まあ正直来年この会社あるのかな、よくわかんないなみたいな会社とかには、まあ入る人ってほとんどいないわけですよね。まあ別にそういうところに入ることを否定してるわけじゃないですよ。ただこれがまたさっき言ったような一部のね、就職課があって手厚くて偏差値も低い私立面の大学でみたいなところね、まあ、ボーダーフリーに近くてみたいなことになってくるとですね、まあ、とにかくぶち込むみたいなことが発生するわけですよ。どういうことかっていうと、まあ、就職のまず動き出しがそういう子たちってめちゃめちゃ遅いんですね。僕いつも言うのは、大学3年生の4月からなんなら就活スタートだよって僕は言います。これにはたまに反論もあって、いや早すぎるだろうとか、学生の本文は勉強だろうとか、まあそれはね、まあ別に皆さんポジションがあるだろうから好きかって言ってください。でも実際にね、僕内定もらったのなんか3年生の10月1日なんですよ。普通の一般的なね、そのルールで、経団連のルールでいう10月1日内定、大学4年生っていうのの丸々1年前に会社から内定もらったんですね。で、別にそれはどやりとかじゃなくて、そんだけ早く先行してる会社もあるんですよ、実際。で、別にそういう会社を受けましょうって言ってるわけじゃなくて、見といた方が良くないって話なんですよ。別に受けるかどうかは自由ですよ、皆さんがやりたいことで。ただそこあるのに、そこ受けないでね、3年生の4月とか5月になって、あ、やべとか言って気づいて、あ、もう終わったって、結構これ後悔しませんって話なんですよ。実際調べて、あ、でもこれは自分は違うから、これはスルーしよう、じゃあこっちはどうだろう、あ、これはね、自分合ってるから受けよう、こういう風に就活ってしていくはずなんで、とにかくなんとなく時期が早くてダメだとか遅くていいだとかダメだとか、そういう議論じゃないんですよ。なるべく広く見た方がいいんだから、せめて自分でネットで情報を見るとか口コミ見るぐらいはした方がいいでしょ。だし、例えば筆記テストとかも、まあ、当然ね、勉強が必要ですから、まあ、僕も勉強しましたからね、それで言えば正直なところ3年生の4月ぐらいから準備も含めて、別に1日5時間も6時間も就活しなんて言ってないですよ。1日30分でもいいしね、1日まあしっかりやる子は1時間でもいいから、まあ、ちょっとずつ始めてみたら15分でもいいですよ、ぶっちゃけね。そういう意味で僕は3年生の4月からやってごらんっていう風に言ってるわけで、まあ、話を戻しますが、まあ、そういうね、まあ、ボーダーフリーとかの子は非常に遅いんです、動き出しが。そうするとさっきの状態で言うと、4年生のね、6月7月になって、あ、やべ、就活してねえわみたいな、え、でもまだやってる会社あるっしょ、大丈夫大丈夫、てん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 みたいな言ってですね、なんかまあ3年生の10月とか11月にエントリーしだしたりするんですよ。で、またこれが難しいんですが、世の中にまあ人手不足なんで、まあ何でもいいから採用したいって会社も
あるんです。実際にたくさんあるんですね。で、特にボーダーフリーの大学でも少し地方とかになると結構会社と就職科の先生方のつながりが強かったりするんですよね。で、そうなると例えば毎年〇〇工業さんにはまあ、ちょっとね3人ぐらい卒業生を送り出してたから、まあ、今年もね3人ぐらいお願いしようかなとかってなるわけですよ。で、その3人お願いしたっていうのはどういうことかっていうとね、4年生の例えば11月12月なんなら年越えたあたりにすいません〇〇社長3人ぐらいいかがですかみたいなことが言われるわけです。就職から連絡が来て、で、そのね社長はおー3人だったらね若い子来てもらって頑張ってもらうよって言ってまあ取りますって話なんですよ。で、一応ね就活ね、まあ、やんなきゃいけないわけですから、じゃあお前らちょっとねスーツ着て行ってこいみたいなこと言われて、まあ、簡単なねエントリーシート書いて、まあ、模擬面接の練習だけちょっとさせられて行って、で、まあ、若い子いいねみたいなこと言われて、まあ、1回2回面接して、ね、もう合格出るんですよ。で、なんならそれを4年生の3月までやってる会社もありますからね。で、実際それがどんな会社かっていうのはもう聞くまでもないですよね。もう説明すらしません。で、実際にそういう風に就職したとしてもこれ就職1なんですよね。まあ、1というか、まあ、さっきの場合例だと3人だから3ですかね。はい。なので、まあ、つまりね、就職率ってものに関して、まあ、いくらでも操作ができたりとか、まあ、ぶっちゃけ、単に就職するだけだったら、まあ、どんな会社でもいいので、まあ、押し込んでしまえばいいよってことなんで、はっきり言って当てにならないって話なんですよ。ですから、その大学が公表している就職率が何パーセントだ、90何パーセントとかね、まあ、大学によっては 99% とかありますけど、まあ、ぶっちゃけ、まあ、ほぼ当てにする必要はないというふうに思います。ただ、まあ、なんとなく数字が良ければね、まあ、悪くないんだなっていう参考にはなるんじゃないかなとは思いますよ。なので、別に、そういうね、パーセンテージの操作をしている大学が全部悪い大学かっていうと逆にそうではないと思うんですけど、まあ、やっぱりね、競い合っちゃうとね、みんなちょっとだんだん過激になってくるんで、まあそれはね、僕はあんま良くないことなのかなって思います。そもそも就職率 98% とか 9% って僕は気持ち悪いんですよね、どっちかっていうと。本当はね、本当は気持ち悪いです。なんでかっていうと、100人人がいて、まあ1人とか2人しか、その、就職以外の道を選ばなかったりとか、就職できない子がいないって、なんかちょっと変な社会じゃないって逆に思っちゃうんで、まあ僕、個人的にはね、そういう風に思うんですけど、まあでも一般的にはね、就職率 99% とか 100% みたいなことを言ってる大学はすごいみたいなこと言われるんで、まあそういう風に思う人も多いのかなというふうに思います。で、じゃあね、どんな指標を参考にすればいいのかってことなんですけど、まあ、僕がいつもお勧めしているのは、その有名企業400社への就職率のランキングです。まあこれは要は、400社、まあつまりね、でっかい会社400社。にどれだけ就職しているのかの率なんで、まあ、あんまりごまかしようがないということなんですよね。なので、これに関しては、この400社がね、絶対いい会社で、それ以外の会社が悪い会社かっていうと、別にそうでもないです。はい、このリスト見ましたけど、以前からね、何度も見てますけど、別にこれ載ってないけど、いや、もっと財務体質いい会社あるだろうとは、めちゃめちゃ思います。僕もね。思うけど、まあ、要は、ざっくりね、ざっくりいい会社。ね、ざっくりいい会社にどんだけ入ってんのってのが大事っていうのと、あと基本的にはランキング形式になってますので、何パーセントっていうところにあんまりこう引きずられず、うん、その何位ぐらいなのか、どの大学より上なのか下なのかっていうのを見られるのがいいと思います。もちろんそれもじゃあね、絶対に10位の大学と13位の大学やったら10位の方が絶対にいいんだっていうわけではないです。ただざっくり、あ、ベスト10に入ってるんだすげえじゃんとか、あ、ベスト30に入ってるんだ結構全然いいよねみたいな話とかね、あ、ベスト50に入ってるならなんか一通り安心かなみたいな、そういう見方をねしてもらえるといいのかなっていうふうに思うので、まあぜひね、就職率というよりは、まあ、有名企業への就職率の方ですよね、東洋経済オンラインさんとかのデータを見た方がいいのかなというふうに思います。まあネットでもね調べられますからね、ぜひ使ってみてください。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。